ワイリーカは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部シスキュー軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は7765人だった。1851年3月、ロバの荷車耐用者だったエイブラハムトンプソンが、オレゴン州南部からシスキュートレールを通って旅している時に、ロッキーガルチ近くで金を発見した。このことにより、 北カリフォルニアのシエラネバダ山脈からカリフォルニアゴールドラッシュが始まった。1851年4月までに2000人の鉱山市がトンプソンの採掘場に到着してその運を試し、同年6月にはテント、掘ったて小屋及びいくつか庭家作りの丸太小屋によるゴールドラッシュのブーム町が出来上がった。この小さな都市がワイリーカと呼ばれるようになるまで何度か町の名前が 変えられた。その名前は近くにあるシャスタさんを呼ぶ、北の山あるいは、白い山を意味する、シャスタ族インディアンの言葉から取られた可能性がある。マーク・トウェインは、その自助伝の中でこの使命について、次のような別の話を語っている。ハートが1880年代にカリフォルニアに到着した時、年は23か24歳だったが、ワイリーカの露天ホリキャンプにやってくると、 その土地は地名をつける必要性が強かった初期に偶然によって神秘的な名前を付けられていた。一軒のパン屋があって、そのキャンバス製看板がまだ掲げられておらず、ベーカリーという言葉の B だけがない状態でペンキが塗られて乾燥させられていた。しかも裏返しだった。見知らぬ者がそれを反対からワイリカと呼んで、これはキャンプの名前だと想像した。 キャンプにいた者たちはその名前に満足し、土地の名前に採用した。著名な詩人ホアギンミラーは、1853年から1854年に、かけてのワイリー家を湧き立つ場所として、人々の波があちこちの通りを行ったり来たりしており、町が東海岸の都市であるかのようだったと記している。1857年4月21日に法人化の手続きが完了し、 ワイリーカは都市になった。1941年11月、ワイリーカ市はオレゴン州とカリフォルニア州の宗教近くでの分離運動で提案されていたジェファーソン州の州都に指定された。この動きはその後の数十年間文化的な王を引いてきた。ワイリーカは北カリフォルニアのシャスタカスケード北端に位置しているので観光客が多い。 市内のウェストマイナー通りに沿った歴史ある中心街の中核はアメリカ合衆国国家歴史登録財の歴史地区に登録されている。市内にはシスキュー軍博物館があり、また多くのゴールドラッシュ時代の記念物や公園もある。観光客は近くのクラマス川やサクラメント川およびマクラウド川での釣りを楽しみ、シャスタ山、キャッスルクラグスあるいはトリニティアルプスに登りに来る。 また近隣でアルペンスキーやクロスカントリースキーを行い、地域の滝、水流、湖にハイキングや自転車乗りを楽しんでいる。ワイリー化の近くにはマクラウド側の滝群、バーニー滝、モスブレー滝、シスキュー湖、キャッスル湖及びシャスタ湖などがある。さらに、シスキュー群の群長所在地なので、群長、軍記録所及びその他の軍関係機能に関わる事業も多くある。 ワイリー化は、北緯41度43分36秒整形122度38分15秒、北緯41.72667度整形122.63750度、41.72667-122.63750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.0平方マイルであり、 このうち陸地は10.0平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.70%である。標高は約2500フィートである。シスキュー山脈の南、シャスタ山の北にあるシャスタバレーに取り囲まれている。シャスタ山は海抜14000フィートを超え、このバレーの上にそびえる旧火山である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第4及び下院の第2選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第2選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス13となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。ワイリー化は シスキュー群の群長所在地なので、地域にある多くの地域社会を支援する多くのサービスも行っている。ワイリーカには、カレッジオブザシスキューズの支部キャンパスがあり、田園部健康科学研究所と司法行政プログラムが入っている。このカレッジは10カ所ある、カリフォルニアコミュニティカレッジの一つであり、キャンパスには宿泊施設もある。 高校のバスが高等教育の学習を得られないような学生を街から通学させている。市内には金の採掘時代を記念する金の博物館やグリーンホーク公園に銀最高の遺物がある。高校スポーツのマスコットは金の最高者である。ワイリカベーカリーは有名な怪文である。マーク・トウェインの自助伝では看板の B の文字がなく、 反対から読んだためにワイリー化の使命になったと言及されている。当初のワイリーカベーカリーは1856年にパン屋のフレデリック・デンが設立した。この回文は1863年5月23日発行のセミウィークリー・ジャーナルに掲載された広告として、ワイリーカベーカリーを反対から綴って、良いパンを得るには、どこに行けば良いかがわかると記されていた。 パンは12金が1ドルで販売されていた。ワイリーカベーカリーは最終的にウェストマイナー通り322に移転し、1965年にパンやマーティンと事務員アルタ、ハドソンの引退で閉店されるまで何代かのオーナーの元で開店されていた。1974年には別のワイリーカベーカリーが別の場所に開店したが、現在は続いていない。 著作家のマーティンガードナーは、ワイリーカベーカリーは、ワイリーカのウェストマイナー通りで営業していたが、読者から、ワイリーカベーカリーはもはや存在しない。1970年に、当初の建物は、画廊のワイレラギャラリーが使うようになった。この画廊の名前も改文である。との指摘を受けたと述べている。この画廊は、ワイリーカ十人版、ダンラップが所有し経営していた。 ウェストマイナー通り322から324にある、この歴史的建物は、現在ブラウンニッケルオーセンリースビルとして、レストランが入っている。小説家、アンルールの犯罪実録小説、ザ・イ・マイナスゴキラーには、ワイリーカのことが記されている。ワイリーカ氏の公式花は、フロックス族のワイリーカフロックスである。ワイリーカの町には2軒の死刑の記録がある。 一回目の死刑は1895年8月26日、4人の男が隣接する樹木に掛けられた鉄道の枕木で、ボートによって同時に公主刑にされたものである。4人の男はすべていくつかの殺人や強盗の罪で裁判を待っているところだった。二回目の死刑は1935年8月のことだった。カリフォルニアの警察署長ダンスミュアの葬儀の時に、 多くの改装者が殺人の容疑者、クライド・ジョンソンの死刑を計画した。8月3日の早朝、50人になったと推計される、覆面をしたボートがジョンソンをその独房から出して、町の南3マイルのところまで連行し、松の木に吊るした。地元及び州の役人はこの死刑の知らせに様々な反応をした。地区検事のジェームズ・デイビスは公開捜査を行い、 ボートの参加者を識別するために法の求めるあらゆることを実行すると宣言した。一方でカリフォルニア州検事総長は殺人容疑者の処刑が最近遅らされたことに言及し、この制御できない暴動はアメリカ合衆国最高裁判所の無気力に対する当然の帰決だと述べた。ありがとうございます。